水が減ってく。何？神がお静まりなさったのか。よくやってくれた。お前たちを神の子として迎えよう。ありがとう。その前にもう一人の仲間を探したい。おーい、親父、女房捕まえたぞ。もちゅうだ。女房、見てくれ親父、俺もこれで一族の勇者だ。あ、イエロー。ワニワニ、この人男よ。そんなというと、これがあなた方の。そう、イエローってんだ。残念だったな坊や。俺はこう見えても男だ。そんなこといくらなんでもイエローを女と間違えるなんて。おかしい。まことにすまんことをした。許しおく。マチューだ。お前も。マチューだ。マチューだ。変なやつ。知らない子ね。近づいてきた女にファットホワイはタブーよ、ベイビー。さっさとその洗濯板しまいなよ。人が気にしてることをせっかく慰めてやろうと思ったのにさ。ち、余計なお世話だ。さっさと消えちまえ。なんて犬さ、一生少年やってなさいよ。あんたなんか結婚できやしないわよ。何を？やば、ここで喧嘩したら一族の女王の夢はパ。なんせいつき食べ物部下ずらりだもんね。ニヒヒ。あら、あたしが悪かったわ。マチュー、女のくせに出しゃばりだったわ。あたしっていけない子。わかったよ、もういいよ。うい、血気盛んな青少年にはこれが一番じゃきに。マチュー。おい、やつらまたジャングルを荒らしに来やがったな。また？あ、ここをこんなに変えちまったのはやつらなんだ。おかげで獲物はめっきり減っちまった。ちょっと、どこへ行くのよマーチュー。俺は一人前になるんだ。一人前。俺、一人でやつらを倒す。もう困っちゃうよね、手柄立てたいもんだから。バカめ流行りおって。敵は2機だって言ったな。うん、石膏か。だが銃は使えんしな。スティック、ここは一つ共同作戦って感じだな。俺たちにとっても石膏が妙な情報を掴んで変えられたら困るしな。私のハニーも長老さんにとっては大切な跡取りだしね。よし、いいか、作戦はこうだ。まず村の人たちの力を借りてマチューダを助け出す。そしてダムに誘い込んでドカンと一発。じゃあおとりは俺の役、モスピーダを使わせてもらうぜ。よし、それではイエローとフーケ、ジムの3人には爆破の準備をしてもらおう。行くぞ。ダディを
一人前にするチャンス。結婚結婚なは。親父、これも。おい、みんな。お待ちだ。バカもほどほどにしないと体を壊すよ、坊や。よし、村の衆、退却じゃ。はい、来ねえかな。神様最後の雷ってことで納得してもらわなきゃね。マッチュ、大丈夫？マッチュ。ミント、ありがとう。You are welcome、マッチュ。ちくしょう、俺の見せ場取りやがって。俺のモスピーダー、大丈夫かな？ただいまより我ら一族の掟に従い敵を敗北せしめたマチューダを勇者と認め、神の名のもとに妻をめとらせる儀を行う。幸せにな、ミント。どうしたいみんな、しけた面しちゃってさ。よかったじゃねえか、念願のミントの結婚式ができて。それにこんなサバイバルゲームから抜け出せるんだ。奴らの砦も目の前だってのに落ち込んでる場合じゃねえぜ。笑いが引きつってるよ、レイ。あ、こういう時は一番寂しい奴が口を切るもんさ。違うかい？チュッ、